左に曲がって上がってくるとね、サボンところにとても強いのがあるので、ね、ああ、はい、はい、ちょっと盛り上がって、ああ、昨日通ったけど、あんまりまだ伝えてなかった。そうですか。あそこ、いつの間にやら中入って優遇になってますもんね。ああ、そう、300円かな。どうなんか、ガチかなみたいな。ずんぐりむっくりの鳥やったでしょ。頭でっかちの。そうですね、うん、あんまりこう形としては洗練されてない、ね、そうそう、鳥としての形としては洗練されてないよ ね。色は綺麗ですよね。そうそう、で、まあ、そこまで見えているのがもう間違いないからね。はい、洗練と姿が重たそうな感じ。そう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 、羽ばたいてる割には飛べへんでしょ。250cc のマルチのマフラー変えただけのやつみたいな。音ばっかり一個もと走っていけへんような。羽ばたくばっかり一個も飛べへん。フワゾウからね、人が来たりとか驚いて飛んでったとしたら、うん、その木とかに逃げてるたりするんですか。最初はね、だから毎回いつも上流で見つけると、はい、写真撮ったり内外してるし絶対飛ぶから、はい、こっちの方に出てくるね、はい、でこっちの方で見つけて飛んだら次あの木の上へ止まってんね、はい、うん、それを前回さんあの写真撮ったりしてないけどね、はい、そこがちょっと今葉っぱが多いから分かりにくい。さっきもそれか同じとこ止まってへんかな思ってじっと見とったんやけど、わからんかった。でも確かにここやったら小魚狙うの良さそうな雰囲気ですね。うん、前はそこのね、あの枝に止まったよ。うーん、今日はちょっとそこには折れへんからな。あ、わからんかったな。いや、わからんかった。降りられへんよ、パク。Thank you.
ったらんな。うん。ここは外れって感じですね。残念でした。うん。何気にいい風景ですよ。いいでしょ。あそこの電気柵がなかったらなお良しって感じですね。電気柵が道路掘られるから案内したよね。わざわざ普通道路なんかせえへんねんけどね。ね、うん。あんだけ耕されたらやっぱ次単車のあの軽トラでも四駆でもね、雨降ったらぬかるんでもうて入られへんからね。確かに。これ同じくらいの時間でね、うん、あの下流から入ってこれたらが捕らえれる可能性がありますね。ああ、どうやろう、まあ取れるときはいつもこっちから入ってきても映してるからな、あんまり別に多分どっちから行くことはないと思うんだけどね。どっちから行っても逃げるのは逃げるやろうから。ああ、まあそうですね。うん、やはりね、下から向こうがその音が伝わりにくいんで。うん、こっちから行けるよ。そうそう。